グンピーさん時間大丈夫ですか。いや誰がグンピーさんなの。グンピーさん見てる人ここ来ないでしょ。紙と飛行機じゃねえんだよ。なんだっけ、なんとかと飛行機だよね。確かに紙だっけ、なんだっけ、そう、なんとかと飛行機だよね。春と飛行機か、紙じゃないか。紙と飛行機って、うーん、いや2個あるやん飛行機、うん、紙と飛行機はワンチャン、それ紙飛行機やね。楽しいよねあの人たち。いや面白いよ、だってバキドーさんやろ、うん、あの人はだってあのデブ界の最上位だからね。いやあのデブ界ってのがあって、配信者、 YouTuber、 インフルエンサー、芸能人ってまあいっぱいいるけど、まあインターネットに絞るとデブ界の上位はグンピーことバキドー、京一郎で、あの人ごめん名前飛んじゃった、唐揚げがうまいだろっていう人、あのジャネンマみたいな見た目してさ、あのアリケンさん、あそうそうそうアリケン、アリケン、うん、で、デカキン、この辺は強いよ、強い、あのデブ界の上位だね、うん、でなんで俺が上位か、上位と認めるかっていうと、悪口言わないんだよほとんど。そう、人のネタとか悪口とか言わないで自分のネタでファン増やしてるんですよ。でもこれがやっぱ強い。配信者のデブって悪口言うし便乗するし人のネタやるから、やっぱね、まあそれが配信者としては俺はおもろいと俺は思ってるけど、広い目で見た時にやっぱずるいじゃんそれって、うん、ちょっとずるいじゃん、うん、自分のネタですかって言われると、人のネタを自分のネタにしてる人だからちょっとずるいやん俺なんかも。なんでまあちょっとかなわないかなっていう感じはするね。まあクリーンであれって言ってるわけじゃないんだけど、いかに自分のネタで勝負できるかっていうところだから、やっぱ配信の強者ってね、動画の強者ってね、インフルエンサーの強者ってね、やっぱ今言った人らは人のネタでばっこり便乗して飯食ってるイメージないんよな。ネガキンもなんかひたすら自分の動画、まあコラボとかはあるけど、なんか変ななんかこう自分と関係ないテリトリーにいる人に乗っかってなんかするってこと絶対しないじゃん。そう、悪く言ったりもしないじゃん。で京一郎もちゃんとしたコラボじゃん。そう、なんか全然関係ない世界にバーンって言って乗っかったりしないでしょ。そう、アニケンなんかもそうだし、みんなそうじゃん。俺なんか全然関係ないってこと、例えばウリタ純子だったら関係ないじゃんけど言うじゃん。そうね、言うや美味しいところもあるからね。そうだから、なんだろう、自分の企画ネタもありつつもよそにもこう手出していくタイプなんで、まあそれをやっぱ世間さんとか他の人はまああんま評価しないんじゃない。うん、なんかあいつまたなんか人の名前語ってるわとか人のこと言ってるわと思われちゃうからねと思います。だその辺がデブ界の4校かな、デブの上位互換。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。 Thank you です。